皆さんこんにちは。茨城県知事の大井川和彦です。今回はステージを別に感染症対策、それから感染状況を示したコロナ茨城版コロナネクスト、このステージがですね、いよいよ来週月曜日6月8日からですね、ステージ1に緩和されるというご報告でございます。ご覧のように新型コロナウイルスの感染症陽性者の状況はですね、順調にその減ってきております。療養中の方は今ではもう3人にまで減少いたしました。残りの方、多くの方々が陰性になって退院しております。それからコロナネクストにおけるいろんなその感染状況を測るための指標ですね、病床稼働率でありますとか陽性者患者の数、そのうち濃厚接触者以外の新規の数、陽性率、都内の経路不明の陽性者数、すべてがですね、ステージ1のレベルをキープしている、保ったままとなっております。それから県内の医療提供体制も先ほど申し上げましたように、どんどん今入院されている方が減ってきておりますので、病床稼働率も下がってきております。現在全体の病床稼働率は 3.2%、重症病床はもう全てが空床になっておりますので 0% ということでございます。さらに陽性者数、陽性率ももう30日以上新規感染者ゼロの状態が続いているのは皆様ご承知のとおりであります。それから都内の感染状況、こちらはちょっと若干心配な部分もございます。しかし経路不明の感染者ちょっと増えている傾向を見せつつもですね、まだステージ1の段階のまま範囲でとどまっているということで、まだ大きな波ではないというふうに感じております。したがいまして、これらを踏まえて対策もステージ1ということにしております。 PCR も検査総数8800を数えました。これだけの検査をしっかりとしながらですね、第2波第3波の到来を常に警戒しながら、警戒を緩めることなく日常生活、経済活動を取り戻していきたいというふうに感じております。こちらのコロナネクストの図にあります通り、感染状況は全ての指標でステージ1、従いまして対策もこれまでのステージ2からステージ1の方に移らせていただきます。外出自粛も基本的に行いません。一部県境をまたぐ移動においてはですね、東京圏、それから北海道についてはちょっと慎重に考えていただいた方がいいかなということはお願いしたいと思いますけれども、基本的に制限ございませんし、イベントについてもガイドラインでさまざま示させていただいております。新しい生活様式を守れるような形でのイベントの開催というのをガイドラインでお示ししていますので、そういうものを参考にしながら慎重に開いていただければというふうに思いますし、休業要請は一切なくなると。ただ休業を営業再開する場においても、そのガイドラインにお示ししたようなさまざまな感染対策を合わせて行っていただくという条件ですけれども、休業要請ということではないということになります。学校についても6月8日からはいよいよ待ちに待った通常登校になります。給食も再開いたします。部活動についてはですね、競技ごとにその特色ございますので、その競技ごとに、その競技の、競技団体のガイドラインなんかもありますので、そういうものを参考にしながら、再開に向けた取り組みをしていただきたいというふうに思っております。ステージ1になって、全ての自粛や休業要請が緩和されたと、解除されるということではありますが、前提はですね、あくまでも新しい生活様式です。皆さん、社会的な距離、ソーシャルディスタンスを維持する、マスクを必要に応じて着用する、手洗いを徹底する、さまざまな感染予防対策を行うということを常に心がけていただきたいというふうに思います。県境をまたぐ移動についてもですね、不要不急の移動は慎重に考えていただいた方がいいかと思います。6月18日まではですね、国は東京圏および北海道についての移動の自粛を要請しております。移動の自粛という形は茨城県では取りませんが、でも慎重に考えていただくことが肝要かというふうに思っております。それから休業要請は全ての業種で休業要請を解除ということになります。その解除の前提として、
我々としては守るべきガイドラインを定めさせていただいております。ぜひこういうものを参考にしていただければと思います。例えばこちらキャバレーの例ですね、紙コップをできるだけ使いましょうとか、排斥を工夫しましょう、アクリル板を置いて、接触を回避しましょう、さまざまなことを書かれておりますけれども、ぜひこういうものを参考にしていただければと思います。イベントにおいてもですね、例えば人と人の距離を十分確保する、屋内のイベントは例えば収容の定員の 50% ぐらいの、にお客さんの数を、制限するとかですね、あるいは屋外のイベントでは2メートル程度の距離が保てるようなやり方で開催していただく、それからスタッフも参加者もマスクを着用して手洗いを徹底する、検温もしていただくとかですね、大声は避けていただく、室内の換気も徹底していただく、いざという時にその連絡がつくように参加者の名簿も作成いただく、こういうこともお願いをしていただいております。このステージ1を迎えるにあたって医療体制もですね、それに合わせて縮小していきたいと考えております。これまで151をステージ2の時に確保しておりました感染症指定病院、それから感染協力病院の病床でございますが、ステージ1になるにあたって来週月曜日8日からはですね、67床に縮小させていただきます。ただですね、いざとなればすぐにこの150床には戻せると、この3日間ぐらいでもうスッと戻せるという、そういう体制をしっかりと取っていきたいというふうに考えております。それから、クラスターの早期探知というのがこれからは重要になります。北九州の例、東京の例も見てもですね、一旦収まっていたように見えてて、またその感染が再開、第2波がやってくるという可能性はあるわけでございます。その時に大事なことは、いかに早く感染した方を発見して、隔離していくかということでございますね。検査体制もそれに合わせて、強化していきたいというふうに思います。これまではですね、前向きの調査ということで、こちらに感染者の方が陽性だというふうに判明した場合ですね、こちらの方が感染させた方がいないかどうかということで、この発症の2日前からこの先ですね、発症後のこの調査を重点的に行って検査も行ってきたわけです。しかしこれからですね、その遡り調査、要するにこの方にですね、感染をさせた人がいないか、でそこにもしかしたらクラスターが発生している余地はないのか、そういうことも含めてしっかりと遡って調査する、2週間程度遡って調査して、その場合にも検査を行う、これまでは検査をすることはできませんでしたが、検査も活用するということにしていきたいというふうに思っています。さらには、医療機関ですね、院内感染を受けると大変なことになります。院内感染を防止するために国のガイドラインも、入院前の患者さん、それから手術前の患者さんについては医師の判断で必要な場合はですね、無症状であっても検査を行っていいということになりました。現在県の医師会や医療機関と調整中ですが、ぜひこういうことも積極的に取り組んでいきたいと思いますし、妊婦の方についてはですね、不安解消のために、ご希望があれば、出産の前に一度PCR 検査をですね、無症状であっても受けることができる、そのための費用の補助なども現在次の議会での承認を受ける準備をしているところでございます。さらには唾液による PCR 検査ですね、こちらも保険適用になって実施することが可能になりました。これまでの鼻から採取するものについてはですね、非常に苦痛を感じる、それからくしゃみをしてしまってですね、その感染医療専門職が採取をしているときにですね、感染の危険が増す、さまざまな問題点が指摘されていました。それらをの 解消するのがこの唾液による検査なんですね。唾液による検査、ただその有効性はその発症から9日までの有症状のある方ということでございますので、無症状の方とか、あるいは発症前の方とかの濃厚接触の方、そういう方については使えないということでございますけれども、可能な限りこの唾液による検査を茨城県でも取り入れていきたいというふうに考えております。私の方からは今回は以上でございます。ぜひ今後ともしっかりと新しい生活様式を皆さん一人一人が取り組んでいかれることをお願いさせていただきます。ありがとうございました。